皆さんこんにちは7月25日月曜日リビングライフの時間です私は日本キリスト教団仙台宮城の教会牧師の斉藤敦氏と申します今日も皆さんと共に御言葉の恵みを味わってまいりましょう本日私たちに与えられました聖書の言葉は新約聖書コリント人への手紙第2の実証に 十節から十一節です。そしてテーマは神の力で行い、教会を建てる働き人です。コリント人への手紙第二十章一節から十一節。さてあなた方の間にいて。 顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとあなた方に対して強気になる私、パウロ自身が、キリストの柔和さと優しさを持ってあなた方にお願いします。私たちが肉に従って歩んでいるとみなす人たちに対しては、大胆に振る舞うべきだと私は考えていますが、そちらに行ったときに、その確信から強気に振る舞わないで済むように願います。 私たちは肉にあって歩んではいても肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神のために要塞を打ち倒す力があるものです。私たちは様々な議論と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち倒しまたすべての計りごとを取り押さえてキリストに服従させます。また あなた方の従従順順がが完全にななったたきああらゆるる不従順を罰すす用意ができていますあなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるならその人は自分がキリストに属しているように私たちもキリストに属しているということをもう一度よく考えなさい。 あなた方を倒すためにではなく立てるために主が私たちに与えてくださった権威について私が多少誇りすぎることがあっても恥とはならないでしょう私は手紙であなた方を脅しているかのように思われたくありませんパウロの手紙は重みがあって力強いが実際に会ってみると弱々しく話は大したことはないという人たちがいるからです そのようなな人は承知していなさいさ私たちは離れて書く手紙の言葉通りのものとしてそちらに行っても振る舞いますパウロがコリント教会で宣教者として働くにあたってですね全ての方々がこのパウロに対して好意的なこの印象を持っていたわけではなかったということが 今日の聖書の言葉から私たち知ることができるわけです。えー、10章の実節の言葉に注目したいと思います。このように書かれています。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことはないという人たちがいるからです。 パウロはこのようにですねコリント教会の中にいる、まあ、ある方々のことをですねおそらく書いたんだと思いますけれども、まあ、このような声が実際にあったということを手紙に書きしたためているわけなんですね。で私はですねこのパウロの手紙を読むとですねいつもなんとなくキュッとこう胸が締め付けられるような思いになることがあるんですね。 もしですね私がですね「斎、えー、藤の手紙は重みがあって力強いが実際に会ってみると弱々しく話は大したことはない」などと言われたら結構ショックな思いにさせられるだろうなと思うことがあ,あったりするわけなんですね。まあ実際私の手紙は重みがあるわけでもなければ まあ実際あってみると弱々しい、まあ、見かけはですね弱々しく見えないかもしれませんけれども、えー、話は大したことがないなって言われてもですねまあでももしかしたらそうかもしれないななんていうふうにこう自分自身を振り返って思わされることももしかしたらあるかもしれないけれども、まあ、ここで言わんとしていることはですねそういうことではなくてやはりですねこの主の御言葉を この預かって主の救いをこう伝えるまあそういう宣教者の働きに対してやはりこのいつの世にもですねどんな世界にもですねやっぱりよしと思わない人たちがこのどういったことをその批判の根拠としているのかということにですね私たちは是非注目したいと思うんです。 まあ実際にこのパウロを批判していた人たちのこのような批判の言葉を聞きますと、こう、パウロという人物のこう内側の部分とかですね、そのパウロが働こうとしているこの根拠の部分に注目しているというよりは、むしろこう、見かけの部分ですよ。この手紙は、 とても力強いけど実際に会ってみてこうやって見てみるとなんだか頼りなくて弱々しくてなんか話もボソ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 言って何言ってるかわからないっていうことをもしかしたら言っていたかもしれない。でそれはですねやっぱり見た目の印象というものがある意味批判の根拠となっているということを私たちこの今日の部分から知ることができるんですね。でパウロはですねやはり その選挙の働きを見るときに、そういう見かけの部分だけで判断してほしくないって思いは、やっぱりあったんです。まあ実際にですね、弱々しかたかもしれないし、その話もですね、なんて言うんでしょうか、こう、頼りない話し方をしたかもしれない。でも、そういう見かけのものではなくて、その話を通して、また手紙を通して語られることに、 やっぱり神様の真実と神様の御心がしっかりとあってですねそれをぜひ見てクリスチャンとして生きてほしいとパウロは願っていたということなんですよねだから実際にパウロはこういうふうに手紙で書いています7節の部分ですあなた方は 上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもキリストに属しているということをもう一度よく考えなさい。まあ、パウロはそのようにこの具体的な進めをこう、 手手紙の読み手に対してしてているわけなんですねこの上火のことだけで判断してはいけないんだよということ。このパウロはですね、コリント教会の一人一人、特にそういう自分のこの岩辺だけの部分を見て批判する人たちに対しては、特に知ってほしいと、まあ、そのようにこう進めているわけなんです。で、パウロはですね、 ここでキリストに属するという言葉をこう使っている。つまりキリストにあって私たちはこのキリストを述べ伝え、そしてキリストを救い主として崇め、そしてそのことを第一とした宣教者としての生き方というものをまあ実際にこう示している。まあ、パウロにはそのような思いがありましたから、ですから私たちがこの パウロを見るときに、教会を見るときに、また信仰者としての自分の確かめるときにですね、それはもう外面のことだけではなくてですね、それよりももっと大切な部分。つまり神様の御心をいかに私たちの生き方の第一にすることができるかというところにこそ、私たちがいつまでも求めていかなければならない大切なものとして、 パウロはコリント教会の一人一人にやはり知ってほしかったのではないかなと思えてならないんです。そこにはですね、まあ、コリント教会の一人一人が、また私たちの一人一人が何を第一にして生きなければならないかということをですね、私たちはぜひ問い続けていきたいんです。じゃあその第一にしなければならないこととは一体何であるか。 質問の後でそのことを考えてみたいと思います私たちが何よりも大切にしたいことそれは一体何かそれは 上辺を整えることではなくて神様の御心が何であるかを確かめて問い続けてそしてその神の御心を問い続けることの大切さですパウロが上辺に囚われることなく神様が求めておられることの本質を本当に大切にして宣教師として この生きたようにですね、私たち一人一人もですね、この神様が求めておられることのこの中心部分にあるですね、この本質をですね、どこにあるかということを私たちが求めて、それを自分の生き方としていくこと。これこそですね、私たちはパウロが宣教者としてのその人生をですね、本当に全うしたように、 私たちも与えられた人生、神様と共に、この歩んでいくことの大切さを、この大切に温め続けながら生きていくことができるわけなんです。そうすることによってですね、私たちは、この神様が指し示された道を歩むように神様にこう促されているんだということに気づけますし、そういう自分にこそ、本当に神様の祝福が豊かにあるということを、私たちは、 喜びつつ日々を歩むことができるのではないかそのように思うのですそれではお祈りいたします私たちにご自分の御心を授け行くべき道を指し示してくださる主なる神様私たちついつい表面的なことうわべだけでそれを判断したり評価したりすることがあるかもしれませんしかしそうではなく たとえ目指すことがなくても華やかさがなかったとしてもあなたが指し示されるその道を歩む幸いに私たち一人一人をいざなってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン